こんばんは、三輪忍です。今回の問題はトトさんのピクチャーインパーフェクト。問題は、探偵の推理は何か。死亡したのは吉井龍、カメラマンよ。横浜のチャイナタウンは雨だった。自作の酢豚で腹を満たす名探偵は不機嫌だった。あー、この人動物カメラマンですよね。バイト先の古本屋に写真集ありますよ。助手の源は刑事の森にお茶を出した。で、何の用だい？横浜と関係がなさそうだが。苛立ちを隠せない名探偵。食べ歩きの計画がパーになった元凶を前にしてるのだから仕方ない。森が語る事件の概要はこうだ。昨日の深夜、新宿のアパートで吉井は毒殺隊で発見された。彼は3日前まで長野で写真撮影を行っていた。死亡推定時刻は昨日の昼から夜までの間。現在第一被疑者として横浜に住む三木武が捜査線上に浮かんでいる。なら逮捕すりゃいいだろ。ところが彼は今朝、横浜港で挙げられたの。彼の部屋に殺人計画書と遺書もあったわ。宮本、タクシーを呼んでやれ。お帰りになるそうだ。話を最後まで聞いて。彼が死んだのは3日前なのよ。森の話では、三木武も3日前まで北海道にいたことが分かった。そして、カメラのデータから3日前まで写真撮影を行っていたことも分かった。カメラには満天の星空や月のアグマの親子、東京トガリネズミの写真があった。写真はこれだけか？ええ、二人の詳しい足取りはわからなかったわ。なんせ二人とも車中泊してたのよ。ちなみに警察は右の死亡推定時刻のズレも考えて調査しているわ。まあこれだけで十分推理できるかな。問題、探偵の推理は何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。